誘導と車間を空けた1番佐々木優太、後ろを警戒しながら前に踏んでいきました。誘導外れています。神奈川勢動きましたが後方6番手戻りました。3番鈴木博人、中部勢が皿足の4番手5番手の体勢。佐々木優太突っ張って後ろは4番尾谷文信、3番手5番樋口健人、金が入りました。中部勢は中段2番倉野龍太郎、4番手の位置変わっていません。突っ張られた3番鈴木博人は6番手1列棒上です。ペースを上げにいった1番佐々木優太、埼玉東京勢を連れての先行勝負で最終周回です。依然として2番倉野龍太郎は動かず4番手、そして6番手から3番鈴木博人が短期まくりを繰り出してくる。鈴木博人がさあ前段を捕まえる勢いで上がってくるが、小名谷の牽制直撃して3番鈴木博人の威力は3番手ソール止まっている。あとは内は5番樋口健人と後方からは2番倉野龍太郎迫ってきましたが、抜けた4番小名谷文信先頭で降臨。